今日は4月17日、僕の27歳の誕生日でーす。ありがとうございます。ということで、こんにちは、こんばんは、このあるチャンネルのゆあです。ボナーボナーということで、27歳になってしまいました。いやー、世間的にはどうなんですかね。27歳どういう印象を持たれてるかわからないですけども、見てる方によってまあ違うのかなと思います。で、今日この動画ね、なんで撮ってるかっていうと、まあ、27歳になった記念で、まあ、ちょっと新しいことをねやり出そうと思ったので、そのご報告をもうちょっとさせていただきたいかなと思います。の前にちょっと簡単に、まあ、27歳になったのでね、ちょっと話そうかと思いますけど、皆さん、あ、もうさっきも言いましたけど、皆さん27歳どういうイメージですか？僕はね、小学生からずーっと思ってたんですけど、おじさんとお兄さんの境目っていつかなっていう、これ多分人によって全然違うんですけど、僕は小学生の時からなんとなく28ぐらいからおじさんかなって思ってたんですよ。まあまあまあ、世の中のね、おじさん方、この動画を見てくれてる方に僕よりもっと年齢高い方いたら、いやいやいや、まだ30でも全然おじさんじゃねえだろっていう人もね、いるとは思うんですけど、僕は小学生からずーっと僕はね、そう思ってたんですよ。で、自分がいざ27になって、まあ、まあ僕基準からしてもおじさん一歩手前ということでね。いやー、なんか心はずーっと12歳ぐらいなんですけど、年だけね、取っちゃってますね。はい。最近野球もね、ちょっとずつまた楽しくなってきてるし。まあ、この今日ゲームチャンネルでね、まあ実写の動画を撮ってる理由は後で話しますけど、まあプロスピもね、まあ趣味として楽しくやれてるし、まあそれに対して見てくれてる人もたくさんいるので、ね、すごいありがたいかなと思います。27歳はね、まあ年始の時にも言ったんですけど、年末までになんかこう一個形にできるまではいかなくても、なんかこう一個挑戦して、きっかけがね、つかめれば嬉しいなと思っております。で、現状じゃあ1月からこの4月までどうなんだって言われると、まあ挑戦はしてるんですけど、まだね、形は見えてないですね。っていう感じですね。個人的に YouTube 以外でもやってることがあるんですけど、まあ、マサはもうね、めちゃめちゃ働いてますね。僕は、まあ、働いてはないので、家でいろいろやってるっていう感じなんですけど、まあ、年末までにもうちょっと形にできたらね、いいかなと思ってます。そんな27歳、2021年の目標です。はい、ということで、まあ、簡単に話させていただきました。で、お知らせはね、何なのかというところですよ。で、なんでこのゲームチャンネルで実写をやってるんですかというところですよ。今日はね、ゲーム実況についてのお知らせをしていこうかなと思うんですけど、この度、僕の27歳記念として新しいグループゲーム実況チャンネルを作ることになりました。なんか YouTube 最近落ち目とか言われてる状況はね、あると思います、正直。で、今更ね、一から始めんのかよって思う人もいると思うんですけど、このチャンネルのスタイルとして、めちゃめちゃもう趣味、本当に趣味、のんびりやるっていうスタンスを中心にやろうかなと思ってます。なんで、投稿頻度も、まあ多分週1ぐらいだと思います、正直。上げれても。ただ、その内容がですね、まあ僕のこのチャンネルはプロスティがすごいもう中心に今やって、まあ野球系かなっていう感じなんですけど、新しいチャンネルはマイクラを中心にやろうかなと思ってます。まあ、以前僕のこのチャンネルでもマイクラやってたんですけど、忙しかったりとか、あとやっぱりそのチャンネル内で違うゲームを出すってすごい大変なんですよ。やっぱ一人でやってるのも限界感じてたしっていうので、ちょっと一旦お休みっていう形でだいぶやってないんですけど、まあちょっと新規って新しいチャンネルでもマイクラだけやるっていうのをね、まずやっていこうかなと思って、そっちのチャンネルを立ち上げました。まあ、メンバーとかはちょっと、まあ、メンバーとかはね、誰なんだとか、まあもう新しいチャンネル行ってね、見てもらおうかなと思うので、ぜひ、概要欄に、チャンネル貼ってあるので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。ちなみに、ボナールチャンネルとか、ボナールとか全く入ってないんでね。本当に、しかも顔も出してないですね、ちなみに言うと。もう本当になんか一からチャンネル立ち上げた、みたいな感じなんで、まあマイペースにやっていこうかなと思ってるので。そちらの方を見てもらえたら嬉しいかなと思います。まあ、やろうと思った理由は2つあって、まあ単純にマイクラずっとやりたいって言ってて、まあ、できてなかったのもあるし、もう1個はそのコメント欄でマイクラやってくださいっていうコメントがちょこちょこ来るんですよね、やっぱり。で、僕もやりたいっていうのは思ってたんで、他のメンバーの人もずっとやりたいって言ってたんで、まあ、やろうかというところで立ち上げました。
そっちでも今後は出していくと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。27歳になったね、記念の簡単な話と新しいチャンネルができたという報告でした。実写の方もね、今年はもうちょっと動かしていきたいって言いながらなかなか撮れてないんで、撮りたいなと思っております。ということで今年も27歳、ゆうやをよろしくお願いします。それではこの動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。